天下を統一した太閤豊臣秀吉がこの世を去った。そしてこのことにより豊臣政権に不穏な空気が流れる。豊臣政権の中で最も実力者であった徳川家康が天下を治めんと動き出したのだ。しかしこの家康の行動を他の武将が黙って見逃すわけはなかった。今日の本の全大名を巻き込む大戦へと動き出そうとしていた。そんな矢先、軽井城の平塚為広のもとを訪れる武将がいた。西暦1600年7月のことである。おお、為広殿、ご苦労であった。して三成は何と申しておった？義継殿、申し訳ございません。石田殿の意志はどうしても徳川殿と戦うとしても考えを変えさせることができません。やはりどうやらこれでわしの寿命も今年限りと決まったか。まさか西田殿と共に徳川殿と戦うというおつもりですか？しかしこの戦は勝ち目はござらん。それは義継殿の方がよくご存知ではございませんか？ため息、たとえ負け戦と分かっていても、わしはあいつを、三成を裏切ることはできぬのだ。ならば、拙者も義継殿にお供いたします。おい、お主は病のわしと希望でまだまだ先がある。このようなことで命を落とすわけにはいくまい。拙者の意志は変わりません。一介の浪人に過ぎなかった拙者がここ樽井の城主になれたのも全て義継殿のおかげ。今その恩義に報いとうございます。いやいや、今の地位にあるは為広で、そなた自身の力のおかげ。わしはただ太閤殿下に付き添えしたに過ぎぬ。それだけではございません。義継殿には公私にわたりよくしていただいた。拙者も義継殿をほっとくことはできません。拙者も義継殿と共に戦いとうございます。そうか、それはありがたい。だがこれでお主とわしも寿命は今年限りということじゃ。望むところ、今までかような大戦ができようとは思ってもいませんでした。しかも相手が戦国最強と名高い徳川殿となれば、武人の誉れ、さぞ爽やかな死に花が咲きましょうぞ。そうと決まればいつなりに会いに行くか。おう、あっ